就南下北下各处穷穷博穷博，西山小妖来了。こんにちは、習近平です。私は今アメリカにいるんですけれども、先ほどバイデン大統領との首脳会談を終えました。バイデンさん、いい人でしたよ。ただね、終わった後、私のことを独裁者だと言ったそうなんですけども、そのことについてこの習近平一言申し上げたいと思います。私はもともとアメリカびいきなんです。私の一人娘もハーバード大学に留学していました。まあ、その頃はね、正体がわからないように偽名を使っていたんですけども、ですからアメリカの民主主義、理解しています。そして心の中ではね、実は、中国もアメリカの民主主義みたいになればいいなと思ったりもしてるんですけども、私はね、この今、国家主席になっていますけども、この権力の座にアメリカのシステムで、上り詰めたんじゃないんですね。中国のシステムで上り詰めたわけでございます。ということで、私が、中国の政治システムを否定することは私自身の、キャリアを否定することになるわけですね。それは羽生結弦君がですね、熊野プーさんを否定することは自分のスケート人生を否定することと同じということと同じです。あれ、なんか違うかな。いずれにせよ、バイデン大統領は私のことを独裁者と呼んだんですけど、私習近平、ここで、宣言させていただきます。私は誇りある独裁者です。そう、私は中国人民14億人、今何人だったっけ、よくわかんない。あ、そう、よくわかんないんだそうですが、14億人ぐらいだよな。インドよりも多いのかな。あ、わかんないんだね。まあ14億人ぐらいの頂点に立つ独裁者です。独裁者のいいところは選挙を気にしなくていいことです。バイデン大統領、来年選挙がありますけれども、トランプさんに果たして勝てるかどうかは分かりません。そしてトランプさんに勝ったとしても4年間しか、大統領にいることができません。私習近平は今70歳ですけれども、私が健康を保ち望むならば、あと何年私いられるんだっけ、習主席が望むならば何歳になっても主席やっててください。まあそうだろう。そうだよな。私は何歳になっても主席を続けることができるんです。アメリカのシステムは、いや、ある意味ではワークシェアリング、大統領という職をいろんな人がシェアしてるわけなんですけど、我が中国人民はそうではありません。一番能力的にふさわしいものが主席の座にとどまる。そして私は国家主席としてやるべきことがたくさんあります。そう、中国経済の立て直し、若年層の失業率の改善、そして言うまでもなく台湾のピー、なんでここはピーなんだね。あ、今そこは何、言わない方がいいです。あ、わかりました、独裁者でも言わない方がいいことがあるみたいですけども、台湾のピー、またピーかね。もうなあの、まあ、じゃあ私は好きなのはピーここもピーなのかね。あの、そこは別にプーさんが好きっていうのは言ってもいいんじゃないのかね。まあ、あ、ダメなのかね、分かった。まあそういうことで、私は独裁者なんで、独裁者だけど P はされてしまうんですが、習近平です。ですので、私、中国という国のですね、独裁者です。これはでも、バイデン大統領としては、非難のつもりで言ったのかもしれませんが、私にとっては、誇りある独裁者ということで、バイデン君、また会おうって言っても、次に会う時にはもう、トランプさんになってるかもしれないし、ね、日本の、首相も、なんて言ったっけな、あの首相ね。岸田首相もまた会おう。あ、といっても会うとき、次に会うときには違う人になってるかもしれないか。あ、なるほど、そうだね。イスラエルのネタニヤフ首相も、あ、今、あ、次のネタニヤフも違うかもしれない。まあ、プーチンぐらいか。また次もいそうならな。だから私はずっと国家主席にとどまりますが、ワールドリーダーズはみんな、どん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 変わっちゃう。そんなことではね、強い政治はできません。ですから、バイデン大統領が、習近平は中国の独裁者だと言ったのはきっと羨ましくてしょうがない。きっとバイデンさんも本当は、独裁者、アメリカの独裁者になりたい、間違いなくトランプはなりたいんだよな。そうだ、トランプさんは間違いなく私になりたい。だから、トランプさんにとって私は憧れの存在なんですね。トンナムシャーペーハーカツチュンチョンボチョンボロンチー習近平でした。こんなところで大丈夫かな。これで西側諸国のみんなにも我が中国の政治の良さが伝わるかな。伝わらなくても伝わってもどっちもいい。習主席は独裁者ですから、そういうのは関係ありません。あ、そうか。じゃんじゃん。
失礼いたしました。ワシントン DC での録画でお届けしました。